今回の動画を含めてあと3回ぐらいでどうにか完成までこぎつけそうな雰囲気が見えてきました。なんとか年内には出来上がりそうな雰囲気ということで、いつもご視聴ありがとうございます。また初めてご覧いただいた皆様、はじめまして、 PCER24 と申します。前回の動画をちょっとだけおさらい。任天堂スイッチを液体の力で冷却、さらにポータブルを維持するというのが今回の企画。それらのユニットをバックプレートに全て搭載するための外装となる、いわゆる水枕、ウォーターブロックを作成していきました。生まれて初めてアクリルのプレートを使って加工することになったので、まあ練習を兼ねて試作品を作成していきました。落書きのような下書きから始まり、それを目安にエンドミルを使って切削をしていきました。削った内側部分には任天堂スイッチから熱を奪うためのヒートシンクを搭載。そして出来上がったプレートに簡易的な蓋をした上で、冷却を促していくためのクーラントを注入して、この流路がしっかりと液体を流していってくれるのかっていう確認をしていきました。結果的にはいくつかの問題点だったりとか、乗り越えなければいけないところだったりとかっていうのもあったんですけども、ひとまず大丈夫そうな感じ。このアクリルプレート1枚に全ての機能を搭載するオールインワン方式の冷却装置ができそうな雰囲気が見えてきました。そして今回、そのオールインワンウォーターブロックに搭載するための電装系のパーツをつけていきましょう。映像に映ってるのは今年1年かけてようやく完成した PS3 の液芯冷却に使った個体。こいつにも結構電装パーツを取り付けてしまってるので、もう今使われなくなってしまってるので、こいつからもいじゃいましょう。一応まだ普通には使えるんですけどもね、動かすのだけでも一苦労。ここから温度計と電圧計を取り外してしまいました。といってもこのままの状態では任天堂スイッチに搭載することはできません。基板をむき出し状態にしてどれぐらいの大きさになるのか確認してみましょう。とは言っても電圧計に関しては自分が 3D プリンターで筐体を作ったものなので、外してしまえば結構小さくなるのが分かっています。問題は一回りも二回りも大きいこの温度計。外装カバーを外して基板だけの状態で確認。右側の温度計の方が左側の電圧計に比べ二回りぐらい大きさがあります。一旦安定化電源に接続して、まずは通電するのかどうかを確認しておきます。発光自体は問題なし、表示されている数値に関しても大丈夫そうな感じですね。これらを新たに搭載することを考えて、位置だったりとか、まあ単純に雰囲気だったりとかを確認していきます。左手側の白い電圧計に関しては、まあ表面積がちっちゃいのでどこにでもつけれそうな感じなんですけども、問題は温度計。見やすくてすごくいいんですけども、やっぱ結構表面積がでかい。もうちょっとちっちゃくてもいいのかなって感じはしますよね。さらに厚み、電圧計に関しては問題ないものの、温度計は電源とさらにセンサー部分のコネクタもついていたりとかするので、こいつらをなんとか処理しなきゃいけません。逆にこいつらを処理することでなんとか搭載することはできそうな感じがします。より薄くなるように加工していきましょう。温度センサーと電源のコネクタを取り外し、さらに基板側についているここの白い部分に関しても、マイナスドライバーを下のところに差し込んでこじってあげることで、少しずつ上に持ち上げてこいつ取り外すことができるようになります。もう一個も同じようにドライバーを差し込んであげて、底の部分からこじってあげることで取り外すことができました。これがないだけでもかなりシンプルな雰囲気になりますよね。とは言っても金属の足の部分がまだ突き出してしまっているので、これはニッパーを使って切断。切り取って横から確認してみると、厚み大体1センチぐらいにまで抑えることができそうな感じです。これぐらいの厚みになってくれれば、工夫次第でどうにか収めることができそう。この辺の足のところも突き出してしまって厚みが出てしまっているので、全部カットしちゃいましょう。当初の厚みよりもだいぶ薄くすることができたっぽい。横から見てもどうですかね、すっきりしていいんじゃないですか。実際に利用予定の 8mm サイズのアクリルの板と並べて確認。さらに 2mm のリター厚の蓋をする予定でいるので、だいたい 1cm ぐらい、まあ、ギリギリかなっていうところではあります。多少の突き出しはなんとか吸収できるので大丈夫ってことにしときましょう。配線の作業に移行。ハンダコテを使って残ったピンを取り外ししていきます。配線をコネクタなどを使って、これ以上熱くならないように直接この基板にハンダ付けをしてしまいます。プラスマイナスを間違えないようにしながら、フラックスをたっぷり塗ってハンダ付けをしていきます。昔に比べてだいぶ上手くなってきてるとは思うんですけども、まだちょっと形いびつ。この基板にはもう一つセンサーを取り付けるための回路も存在しているので、そちらも一緒に直付けしてしまいます。同じくハンダコテを使って溶かしてピンを取り外し、フラックスをたっぷり塗った上でセンサーの配線を取り付けていきます。電源に関してはもちろんプラスマイナスの曲線あるんですけども、こちらのセンサーに関してはなんか曲線はないみたいですね。どっちにつないでも反応をしてくれました。配線の取り付けに関してはとりあえず完了。引っ張っても取れないんで多分大丈夫でしょう。
一旦アンテナ電源に接続して通電テスト。任天堂スイッチのファンの定格と同じ程度5ボルトを出力させた上で、LED のライトがちゃんと光るかどうかの確認。こんな感じで光ってくれているので電気の供給は大丈夫そうですね。続いて手のひらでセンサーを握り込んで反応するかをチェック。見ていただけるとどんどんと温度が上がっているのが確認できるので、センサーに関しては問題なく活動している様子です。配線のハンダ付けは OK です。配線部分をちょっとだけ保護します。エレクトロニッククリーナーを使ってフラックスを除去、エアダスターを使って一気に乾燥させてしまいます。その上からいつも使っている断線接着剤を使ってハンダ部分と外側の被膜を一緒に巻き込むような形で保護してしまいます。こういうプラプラ系の配線になっちゃうと、どうしてもハンダ付けの根元のところから金属疲労で折れちゃったりとかする場合があるので、被膜ごとこんな感じで一気に保護してあげれば防御力がアップ、まあだと思うんですけど、多分大丈夫でしょう。続いて登場したのはこちら、このシルバーの怪しげな袋。こいつ何が入ってるかというと、まあ分かったの通り LED ライトでございます。このチャンネル以前からご視聴の方だったり、過去動画とか遡ってご視聴いただいている方だったらお分かりだと思うんですけど、そう、画面の中のおじさん、もう基本的に光らせずにはいられないんですよ。自分が作ったものが光るっていうことに人一倍喜びを感じちゃうマンなんですよね。今回は特に表に出るようなパーツになるので、もうこれも光らせずにはいられんでしょう。今回準備したのは長さ1メートル、 5V で駆動することができる LED のテープライト。色はもちろん白でございます。 5V 駆動ながらかなり明るく光ってくれています。やっぱりこうやって光らせてしまうと、どうしてもね、やらずにはいられません。前回作成した試作のウォーターブロックにちょっと当てがっちゃいましょう。今回は LED のテープライトという形なので、この縁の部分全体に内側に照らすような形で取り付けてみましょう。 LED のテープ自体は非常にペラペラなので幅も取らなくていい感じ。縁の全体3面部分を覆って確認すると、おお、やっぱりテンション上がってきますよね。これに液体が入って照らされることを考えると、もうドキドキですよ。ただちょっと気になったのは、この LED のテープ自体の発熱に関してサーモグラフィーで確認しています。表示温度30度前後ぐらいにはなってるんですけども、手と比べて見ていただけると分かる通り、体温より若干あったかいぐらいな感じなんですよね。 LED の素子自体が熱を持っていて、粒々一つ一つが発熱しています。とは言っても 5V 程度の駆動なので、発熱に関してもまあ大したことはないかなっていう風に感じています。おそらく任天堂スイッチの冷却には影響を及ぼさないものと思っています。当初は LED のテープだけが送られてくると思ったんですけども、ご丁寧に USB の差し込み口もついているので、この辺ちょっと根元だけ確認しておきます。 USB の差し込み口側も切断して中身の配線を確認。 5V の配線が2つついているだけという非常にシンプルな作りになっていました。ここに 5V を当たることで簡単に光ってくれるシンプルな構造。取り扱いしやすくなるようにこいつの配線も加工していきましょう。ストリッパでひんむいてフラックスを塗ってハンダ付けをして先っちょをまとめておきます。こんな感じで先っちょ部分をハンダでまとめておくことによって、導線もまとまったままの状態で使うことができますし、抜き差しする時の防御力も上がるので結構便利ですよね。同じように先ほど取り外した温度計だったりとか電圧計も先っちょの部分ハンダを使って固めておきました。 あとこいつも長さ調節して先っちょの部分加工しておきましょう。こいつは第1回目で登場したファンの電源のコネクタ部分を加工して作った任天堂スイッチからの電源取り出し用配線ですね。配線自体がこれ1つから電源を供給するのに対してちょっと細い気はするので心配ではあるんですけども、これ以上の太さになっちゃうとハンダ付けが厳しいので、まあ、ギリギリなんとかこれで頑張ってみたいと思います。本日初めての登場、この企画の主役任天堂スイッチ。ファンの電源コネクタ部分に先ほどの加工した電源コネクタを接続して、間違って引っ張って引っこ抜けてしまわないようにテープを使って固定をしておきます。今回もテスト動作という形で進めていくので、ハンダ付けは行いません。赤いワニ口クリップをプラス側、マイナス側を黒のワニ口クリップに接続して準備を整えておきます。今回この電源配線を使って動かすアイテムは4つ、液体を流動させるためのモーターポンプ、電圧計、温度計、そして最後にテープライトの4つになります。モーターポンプ以外に関してはそこまで大きい電力は必要としないので多分大丈夫だとは思うんですけども、こいつが全部動かないところになったらまたその辺で考え直す必要が出てきそうです。プラス極とマイナス極それぞれを強引に束ねてワニ口クリップを使って挟み込んでおきます。プラス側ショート防止のために絶縁テープを貼り付けておきましょう。配線がぐちゃぐちゃになってしまって分かりにくいんですけども、とりあえずそれぞれの動作が分かりやすいように配置をしておきます。LED テープもな雰囲気出すためにこんな感じでくるくる巻いておきましょう。
起動させた時に任天堂スイッチのプロセッサがダメージを負ってしまわないように一応冷却しておきます。もともとついていた純正の冷却装置を取り付けた上で USB のファンを取り付けて冷却を促しておきます。この小さい USB のファン、何かのおまけでついてきたんですけど意外と便利。よし、それでは適当な配線になっちゃったんですけども、任天堂スイッチを起動させてちゃんと全部動くかどうか確認していきましょう。スイッチのボタンを押して電源を入れてみたんですけども、なんか起動しない。いやー、壊しちゃったのかなと思って持ち上げた瞬間綺麗に発光してくれました。それとともにモーターのポンプも動いてちょっとびっくり。ただ LED テープはついてくれたものの、電圧計と温度計がどうやら動いてない様子。いやー、もしかしたら電力が足りてないっていう可能性があったので、一旦安定化電源につなぎ直して 5V を出力させていきます。 2.5V あたりで電圧計は正常に駆動しました。 4V を超えたあたりでようやく温度計も出力がされて、全部が活動開始っていう感じになっています。さっきのはなんか配線不良だったのかなっていう風に最初思ったんですけども、どうやらこの温度計がちょっと厄介。温度計に関しては説明文だと 5V から 12V という風になっています。最低でもこれを見る限り 4V ちょっとぐらい出てないと光ってくれないんですよね。 3V 台まで電圧を下げてしまうと温度計が起動しなくなってしまうことが分かりました。その電圧の低さでもしかしたらさっきつかなくなってしまったのか、ちょっと不安が発生してきましたよ。各アイテムが正常に配線されていることを確認した上で、任天堂スイッチに電源を切り替え、再度チャレンジしていきます。スイッチを起動させて確認してみたところ、電圧計とモーター、LED のテープに関しては回ったんですけども、残念ながらやっぱり電圧不足なのか、温度計は起動することができませんでした。おそらくプロセッサの温度が上昇して、ファンの電圧が上昇、4V を超えてくると温度計も起動すると思うんですけども、常時点灯状態にさせたかったので、ちょっとこれは次回までの課題という感じですね。最後に雰囲気を少しでも味わうために、前回作ったウォーターブロックの試作品に内側部分に向かって LED テープを巻き付け、さらに電圧計と温度計を接続して確認してみます。光るとやっぱりあのテンションが普通に上がっちゃうんですよね。それでこうやって見てみて分かったのは、右側の電圧計に関しては大きさちょうどいいんですけども、左側の温度計ちょっとやっぱでかい感じはしますよね。なんかもう一回りちっちゃくて、さらにね、あのこんな感じで自発光してくれるような温度計とかもうちょっと探してみたいと思います。さらに温度計の電圧に関してもやっぱり 3V、まあ、3.5V ぐらいから動いてくれるようなものじゃないと厳しそうな感じ。あとは本番のウォーターブロックを作成して、ヒートシンクを加工、それからアクリル板を固定するための、そう、接着とかその辺とかまだ難しいものいろいろあります。ただおそらく12月のいっぱいまでにはなんとかできるんじゃないかなっていう雰囲気が見えてきました。 PS3 の時みたいに1年がかりでダラダラやっちゃうとやっぱり飽きてきちゃうっていうところもありますもんね。なんとかこの一点集中で作業を進めていきたいと思っております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価ボタン、完成まではまあ仕方ない、付き合ってやるよと思ったらチャンネル登録しちゃいましょう。今日も結構カミカミだったよと思ったら低評価ボタンを押してぜひ教えてください。次回以降は冷却の要となるヒートシンク、こいつももう到着してるので加工してみて実際冷却できるのか、最終的な試験をして完成に向けて突っ走っていきたいと思いますので、引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。